2010エキサイトマッチが選ぶベストマッチはこの試合です。何ティファーナの竜巻がロッキー山脈を越えてテキサスにやってまいりました。アントニオ・マルガリート、相手は今をときめくスーパースターマニー・パッキョーです。さあアジアのスーパースターの出陣です。マニー・パッキョー、浜さん笑顔が出てきましたよ、ここに至って。本番になると楽しそうですよね、この選手は。大舞台に強い人なんですね、この人は。WBC 世界スーパーウェルター級王座決定戦、この試合は世界137カ国に配信されます。さあその主役2人、浜さん、どこにポイント、何をおっしゃいます。まあやっぱりパッキャオのスピードか、それともマルガリートの体力か、さあどっちでしょう。そこにつきますか。さあパックマン、スピードを重視して本人も言っていました。一時はウエイトを上げたそうなんですが、スピードが落ちた、だからやっぱりもう一回絞り直したんだと、体をよく揺さぶっています。そうですね、パッキャオはマルガリートのどこが空いてるか、どこからが入れるか、ミクロス、マニーパッキャオ速いパンチ、それを見定めているわけですね。どこが空いているか、ね、さあまた入ってきます、潜り込んでいこうという、そういう慎重さになります。何せ上背が随分と違います。パッキャオは前回のクロッティ戦で見たようにどこまでも手を出し続けることができます。スタミナは相当のもんですね。あー来ました、体を生かして、フレームを生かしてマルガリート覆いかぶさってきます。ミロスレート、今のはちょっと小さなパンチでした。あーまた覗き見スタイルのようになりましたね。相当パッキャオの速い連打を警戒してますよね。まあ、同じクラスの相手でこれほどカバーするシーンはなかなかないですよね、このマルガリートね。だんだんプレッシャーきつくなってきましたね。振ってきます、そうですね、プレッシャーきつくなりました。さあ集中だ、この回転力、ボディもその中織り交ぜていきます。勝利に対して一番貪欲さを表すこのリング上であります。そして相手を打ち倒すこと、これにもものすごい貪欲さを出します。おお、右に当てました、入ってくるところタイミングを図ります、パッキャオ。しかしもらったにもかかわらず出てきますね、マルガリートは。マルガリートはそのパターンでいきますからね。ただやっぱり出て、強引に出ていくと食いますよ。はいはい、まあ左右の連打に加えて左のダブルをアッパーカット入れた、マルガリート出てきます。そしてボディ来た、ボディ来た、マルガリート来ましたね。背中がぐるっとエビになりました。さあ背中が出てきます。うわ、なおの内が苦しい、左からいきます、マルガリート、あー背が低くなった、マルガリート丸まってます、丸まってます、マルガリート苦しいですね、溝落ち効きましたね。もう一回いくのか、パンチか、いやボディか、うわまた効いた、苦しいですね、左から感情ですね。あーそうですね、顔面が下に下がってきました、内頃、いやパッキョーすごいですね、これは右目の下が腫れ上がってる、ね、これね、上腫れ上がってきて塞がるかも分かりません、かもしれませんね、この1ラウンドだけでですよ、マルガリートのスタミナあるんですけど、ボディ効いてしまうとですね、スタミナも半分に落ちるんですね、とついていけません、ちょっと前のめりになってきています。うわー、右から下にものすごいパンチをつなげました。これだけガード固めているところ打てるんですね、あー体もう無理やり使っていくというような体でいきます、これも体格差を維持します、追いかぶさる。まあこういう戦い方はパックマンももともと想定済みでありましょう。大外からパックマン、相手が打ってくれば打ってくるほどエンジンがもうヒートアップします。そうなんですね、動くスピード、パンチのスピード、これはもう最初から最後まで速い連続ですね、おお左カウンター、ナスミディ、あーボディがどうなったのか、いやいやいや、コーナーで入ります、ボディ効いた、左アッパーのボディ効きましたね、右アッパー、ちょっと油断しましたな、もらいましたね、完璧にもらいましたね、ボディ引いたんです、パッキャオが、パッキャオが足を使っています、逃げの足を使っています、左グワーッと引いてますね、下がっていますから、ガード下がってるから、マルガリートは右そのまま攻め込んでいきます、左、あいい左、さらに左を当てました、このこれ引いたんですね、左アッパーが、あー結構打たれましたね、そのあと打たれましたね、ポイントは現在のところ一方的です、足を使います、これから分からないですよ、まあ、今ボディ上がってますね、これから分からないですよ、これがマルガリートのやろうとしていたことの一つなのか、あーっとカウンター、いや今ですね、あーまたロープバズ当た
りました。もう一度右面打つところを承知の上で、ボディカウンターいきましたよね。なるほどなるほど、顔上げました。お互いに打ち合う、打ち合っていいのか、出てきています。マルガリート手追いのライオンというようなところでしょうか。グイ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 来ます、うん、だからマルガリートの方もこうやって体で持っていこうとしてるわけですね、ただ今みたいに打たないとバッターが止まらず、あ、戻ってきた、マルガリートのいいとこが出てきた、練習だ、これ勝負ですね。ようやくマルガリートの風車が回り始めました。抜けていく、パッキャオ、いやお返し、入れ替わって入れ替わった、マッキャオ、ボディのお返しです。ボディブロー合戦になっています。今度顔面へ、顔面へ、いやもう大変変わらず、今まで顔面には自信持ったんですね。軽いクラスでこれで浜田さん吹っ飛んで、相手がね吹っ飛んでいたでしょうけども、マルガリートはですね、このクラスでもタフなんですからね、はい、また勢力を盛り返しております。このマルガリート台風、パッキャオもこれをパンチで食い止めます。いやいやいや、下がる下がる、今状態がのけぞるっていうのはですね、パッキャオ打たれます。あ、上がった、アッパー気をつけた方がいいですね。パッキャオマルガリート苦しいんですよ、苦しいながら打ってるんですよ。ただそれでもボディへドスンパンチ持っていくと、パッキャオのそのボディ必ずしも強くなさそうですからね。体力でいってるんですよ、マルガリートは体力で。その体力、このグローブに乗せまして押してきます。パンチで押してきました。赤いパンチがうなります。パンチで止め切れるかどうかなんですね。右カウンター、今度左、止め切れないか、いや止まった、なんとかしのぎます。パッキャオも入れる、ふらついています。ものすごい打ち合いがありました。第8ラウンド、スタイドールの試合しますね。これ引きつけてるのかもわかりませんね、パッキャオが、ずいぶん引いてますからね。さあこのトルネードを引きつけるだけ引きつけておいて、うなりを上げるのは左か、右行くちょっと合わせようとしてますね。パッキャオは打たれた時に状態がのけぞるところありますね。左ストレート、行きます。お、連打が効かないか。いやマルガリート苦しいんですよ、苦しいけどやっぱり前に出ていって今勝負してますからね、どうぞ長き、いや随分遅れましたね。Vamos, cabrón, para que entrenamos. OK? 集中だ、顔面狙い、おっパカッと、アッパービルも硬いガードの中打てるんですからね。止まるか止まるか、あーっと見えないのか、顔だけが出てきました、見えづらいんですよ、足がついてこないようですね。マルガリート、マルガリートが下がるようなことがあったら勝負ありますよ。ああそうですか、うん、まだ出ますね、まだ出ます。おお、聞いた聞いた、見えた見えた、さらに対抗炸裂、あー聞きましたね、あれを狙ってたの、もっと長い対抗が出てきそうです。アッパーカット打ち上げます。聞いてる聞いてる、マルガリートは苦しいですね。アッパーかストレートか、ああ聞いてる、マッと止まった止まった、最後の勝負パンチ、マルガリートは力はどれだけ残ったか、これですよ、だったった、ずっと狙ってたんですよね、もうその兆候ありましたよね。さあ11ラウンド目、ここまで圧勝、まあもちろん、ポイントの上での話です。ああだった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 、手を返さないとレフェリーが止める、可能性があります。ローレンス・カワルさん、もう狙い撃ち状態ですね、ああフェイントかけなく、フェイントに見事に引っかかります。これだけガード固くしてても破るんですね。破りますね、動き止めたら、動き止めるというのは棒立ちになったら、ストレートかかりますよね。あ、止めないのかと、そうですね、ポールさん見てますね。さあとどめは左のストレート、いや真ん中から打つし横から打つしですね、おーっとストレート、ストレート入ります、ドレバ入ります。ここでティファナのトルネード、止められそうです。左もう一回いきます、まだか、まだいきます、やりたい放題になってまいりました。マルガリードのパンチに力がなくなってきましたからね。そうですね、 KO に向かってマニアパッキャオパンチを出します。マルガリードはですね、止めたか、ここで勝負があるか、いけるか、カベラス、うわマルガリードするとやっぱりノックアウト負けに竹はしたくないっていうのはありますからね、それはメキシカンのプライドもあるでしょう、そのプライドがこのパンチを放たせます。最後まで打ちますね、パッキャオ、ここでゴングです。さあ次のラウンドはある
まあ、まだやるということですね。ラオスって言ってますね。ラオスってのはレッツゴーですからね。行け、倒れてなるかということなんですね。その自分で放棄したくないんですよ。はい、さあ、いや、ラストラウンドあります、あります。だって男の誇りかけて戦ってるんですから。そうですね、もうどっちを向いても前しかありません。マルガリート出るしかありません。まあそれで出てはいるんですね、はい、出ていって打たなきゃ勝てない。ただ打った時が危ないですね。ボディです、ボディ上げられた。面白いように入ります。さあパッカーはどのように詰めていくか。しかしこれだけ大きい、そして体力のあるマルガリートがこれだけ打たれっぱなしは予想しなかったですね。ボディから顔面をこのように及んでも打ち分けます。ここでも打ち分けます。打ち込んでいきます。左、この右、離れます。さあ詰めていくのか。あと30秒、これで下がったらストップの可能性ありますからね。どういう形でフィニッシュを迎えるか。まもなくゴングが鳴ります。ラストラウンド、試合終了です。パッキャオの最終ラウンドを見るとですね、マルガリートの顔を見てなんか打てなそうな感じがありましたね。The fighting pride of Sarangani Province, Philippines, Manny Pacman Pacquiao. アジアのスーパースター、アジアの大砲が6階級制覇達成です。このカードというのはカードそのものもやっぱりグレード高いですよね。それから世間の注目度、それからまあ試合の内容、どれをとってもですね、あとイベントの大きさもありますよね、はい、これ浜さんやっぱりナンバーワンになってしかるべき試合かもしれませんね。まあ、6階級制は、まあ、何十年後っていうのは分からないんですけど、アジアからこういう選手は出ないんじゃないですかね。まあ、史上2人目の6階級制覇でありますが、小泉さん、これをやったこのパッキャオという選手は国会議員、まあ、下院議員でもあるわけですよね。そうですね、だからリング内外でですね、パッキャオというのはですね、まあ、強い運、強運のもとに生まれているのかも分かりませんね。まあ人生っていうのは終わりまで見ないと分からないんですけどね。ただね、本当にね、今のパッキャオの月についてますよ。来年もね、多分こういうのはもう勢いは続きそうですね。続きそうです、楽しみに待ちたいと思います。はい。